それではただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項4件を市長からご説明申し上げます。はい、おはようございます。それでは私から4件について発表させていただきます。それと新年度から手話の同時通訳を入れることになりました。まあ、これまで手話の方は時間を置いてホームページにアップしてましたけど、まあ、今回はリアルタイムでもそしてすぐにでも見れるようになりましたので、手話をご利用される方は便利になるかなというふうに思っています。さて、まず1件目でありますが、昨年令和4年の福島市への観光客入り込み数が、772万人と、過去最高になったというものであります。まあ、正確には772万6230人ということで、昨年の 2.06 倍でありまして、まあ、これはこちらにもありますように東日本大震災の前あるいはコロナ禍前をも上回る数字になっております。その要因といたしましては、道の駅福島のオープンというのが大きくて、まあ、その分が純増になったわけですけれども、それだけではなくて、さまざまな観光関係のキャンペーンも実施をしてまいりました。ちょうどいい旅福島ステイとかエールレガシー事業あるいはデジタルスタンプラリー、それに全国旅行支援や周遊スポット魅力アップ支援事業といったようなことがですね、こういった客の増加につながっているかというふうに思いますが、まあ、それに加えて、UFO のふれあい館とかですね、いろんなまちづくりで話題提供をして、そうした方とところにも多くの方がおいでいただいているというのが、この原因だろうというふうに思っております。まあ道の駅福島オープンという大きな要因はあったんですけども、まあ、全体的に言えばですね、やはりコロナ禍の中でも本市の観光産業が回復してきているということが伺えるのではないかというふうに思っております。皆さんの資料にもありますように、コロナ禍前、令和元年ですと、602万人ですから、これの 1.28 倍にこの数字はなっています。それから震災前、平成22年は661万人ですから、こちらは 1.17 倍という形になっています。まあ道の駅福島は昨年だけで見ればですね、139万人ということでありまして、まあ、この分こちらにあるように、増えておりまして、これを除いても630万なんですけれども、道の駅福島で純粋に増えたのは間違いありませんし、道の駅福島からいろんなところに回遊されている方も増えておるでしょうし、まあ、そういった面では、まあ、人の流れはですね、本市の場合かなり回復してきているものというふうに思っています。まあ、主なところ申し上げますと、丸2の、観光施設の来訪者の増という点でいうとですね、 UFO ふれあい館、まあ、4万3000人ですけれども、まあ、これは前年に比べると3倍以上であります。それからバンダイアツマスカイライン、これは118万人で、まあ、前年と比較しますと約3倍になります。まあ、やはり、スカイラインはですね、人が密集しない、それから、まあ、コロナ禍で、まあ、皆さんやっぱりどうしても塞ぎ込んだ中で、塞いだ気持ちを開放的にできるという点ではですね、やっぱり人気のある場所となったんではないかなというふうに思います。四季の里も恋人の聖地をはじめとしていろいろなイベントを展開しておりまして、まあ、こちらは約 1.2 倍、それから福島三名湯温泉のですね、来訪者の方も前年に比較しますと 1.35 倍ということであります。まあ、こちらの方は、実は、宿泊者などで見ると、まあ、必ずしも震災前よりはに比べるとまだまだ
低い状況でありますが、まあ、実は温泉側でも人手不足でなかなか、定員いっぱい入れられないという今事情がありまして、まあ、その点ではまだまだ感が強いというよりは、まあ、そういった要素もあってこの数字にとどまっているというふうなことではないかというふうに思います。また祭りの再開で、わらじ祭りも再開いたしましたので、まあ、そうした街中の祭りあるいはイベントの開催で72万の増加という形になっております。まあ新年度はですね引き続き、ポストコロナへの動きが加速してまいりますので、活性化の取り組みをさらに加速させてより多くの、皆様を福島市に、かき集めていきたいというふうに考えております。1点目は以上です。それから2点目です。福島市の9階の食堂で、福島型の学校給食これをお楽しみいただきたいというものであります。福島市では、福島型給食ということで毎月1回子どもたちに、市内の、食材を生かした福島ならではの特色ある献立をお出しをしております。この給食をですね、子どもたちと同じメニューでしかも、同じ、提供日にさらに同じ、食器などを使ってですね皆さんに学校給食を味わっていただきたいというものであります。実施するのは、毎月19日を想定しておりますが、これなんだ、はい、はい、すいません、なんか1枚抜けてる感じなんですけど、皆さんの資料をご覧ください。福島ならではの特徴がある献立1の最初の四角にありますが、市内の市内産の食材を使用した伝統や文化を伝える特別メニューとして、まあ、イカ人参や、ひきないり、しみ大根といった郷土食のほかに、忍三山暁参り、小月湯寺に、ちなんだ献立なども、実施しております。で実施日は、食育の日である19日の週の、まあ、いずれかの日に、提供いたします。そしてこれは内容にありますように、同じメニューでそして、小中学校で使用している食器に盛り付けをして提供します。値段は500円でそれぞれ限定40食を提供してまいります。で4月はこちらにありますようにですね19日に東部学校給食センターのメニューを提供しまして、これは3月にもやりましたが福島市と豊橋市のパートナーシティの献立としてなめし、煮味噌、キャベツの和え物と、まあ、煮味噌は愛知県のですね八丁味噌を使用して、あとキャベツはですね、まあ、愛知県の名産で実は私豊橋市にも行ったんですけどキャベツの千切りを食べるための特別ドレッシングがあったりするんですね。まあ、そういう面で愛知県では非常にこのキャベツが好まれてますので、まあ、こういったものをお付けをしてヨーグルトと牛乳をつけてお出しをいたします。5月以降はですねしみ大根やきゅうりを使用した献立とか、こういったものも、提供してまいります。で ちなみに福島型、給食はですねこういった市産食材の提供したメニューだけではなくて、まあ、こういったメニュー の提供を通してですね、保護者負担の3分の1の負担軽減も図っておりますので、その点はご承知をいただければというふうに思います。そして今後福島市ではですね食堂を使ったイベントを開催してまいります。毎月9日は福島市パートナーシティ協定記念ということで豊橋市ゆかりのメニューを提供してまいりますし、19日の週にはですね先ほど申し上げた福
福島型給食の大好き福島の日のメニューを提供すると。それからこれまでこの福島県域の地域の名産品などを生かしたメニューをですね、19日に提供してたんですけども、こちらは29日に移しまして、この福島の仲間たちの料理も食べていただこうというふうに思っております。まあ、コロナ禍の方もですね、だいぶ感染者数が少なくなってまいりましたので、今後は市役所外の人にもぜひ食堂に置いていただいて、こうした福島市の名産料理、あるいは友人の都市のメニューなども味わっていただきたいなというふうに思っております。2つ目は以上であります。3点目になります。新婚子育て住宅として市営住宅を活用するというものであります。福島市では新年度から市内にお住まいの方、あるいは市外から移住を検討している新婚子育て世帯の方に住まいを提供する、そのために市営住宅を活用してまいります。まあ、一つは福島市では、自主避難者の帰還用に、庭坂におきまして帰還者向けの子育て支援住宅、これを20戸、設置しておりました。まあ、それがやはり帰還がだいぶもう帰還者はいなくなっているのが現状でありまして、それから一旦入られた方も住宅を見つけても出られたということで空きが生じておりました。で、今回はこの住宅をですね、まず目的外として使いまして、そして新婚子育て世帯向けに提供してまいります。また中心市街地や都心居住を活性化するために、街中で借り上げ住宅、公営住宅を市では設けておりました。で、今回20年の契約期間が切れたんですけども、これを改めてですね、20年間、借り上げ市営住宅として再契約をして、そして、その空いてる分をですね、新婚子育て、世帯向けに定期借家契約として入居者を募集していくということにいたしたわけであります。まあ、今回、4月14日から募集を開始しまして、まあ、今回は合計33戸募集をいたしますが、今後、通年にわたって年4回ですね、4、7、10、11月、そして1月、この4回にわたって通常の募集をすると同時に、特枠募集として5月にもこの新婚子育て向けの募集を進めたいというふうに思っております。で、対象になるのはですね、まず入居資格として、一つは新婚世帯です。まあ、こちらは申し込みの日が婚姻日から3年以内である夫婦で、夫婦の年齢がともに39歳以下であること、それから子育て世帯に関しては小学校終了前のお子さんがいること、これが資格になります。入居期間は入居日から10年以内でありまして、まあ定期借家契約とすることで、まあ我々とすれば回転を良くしていきたいというふうに思っているんですが、10年過ぎた方は基本的には出ていただきますが、そのためにも市では家計相談や住宅相談を行って、住み替えやマイホーム取得などを応援してまいります。まあ、こうしたことで、まあ、マイホームを持っていただいて、空いたところにはまた多くの方にこの市営住宅を提供していきたいというふうに思います。で、家賃に関しては団地ごとに異なりますし、収入基準によって変わってまいります。詳しくは市の住宅政策課にお問い合わせをいただきたいというふうに思います。で、どんなものかというとですね、まず一つはこれ、町庭坂の子育て定住支援賃貸住宅でありますが、
駅から非常に近いところにあります。まあ、それぞれ10個ずつあるんですけども、まず第一団地の方は3戸 3LDK のですね住宅を提供いたします。72平米であります。それからこちらの第二団地の方は7戸でありますが、 2LDK のものと 3LDK のものを提供いたします。こちらは平成26年に建築をしておりますので、まだ非常に新しい状態です。そして子育て定住支援なんで、まあ、こういったようなちょっとした子どもの遊び場もついているので、小さなお子さんを育てるには非常にいい住宅ではないかなというふうに思います。それから、借り上げ市営住宅の方はですね、非常に街中のいいところにありまして、まあ、一つは曽根田団地は8戸、2LDK と 3LDK がありますが、これは青瀬がここなんですね。で、曽根田の交差点がここにありますので、ここからすぐそばですね。こちらにコンビニもありますけども、コンビニのすぐそばにあるところでこれ8戸提供いたします。それからこれは新浜公園のすぐ目の前の住宅で、これはこちらは1戸 3LDK。 それから中町団地、これは旧国道4号の沿いにあるんじゃないかと思いますが、こちらは9戸で 2LDK と 3LDK。 それから早稲町の団地はこれはラビバレの上にあります。5戸で 2LDK と 3LDK。 非常に街中で駅を利用したり、あるいは街中の会社に通勤するには便利ですし、まあ、学校もすぐそばにありますので、ぜひ子育て支援住宅としてですね、ご活用いただければというふうに考えております。はい、続いて4点目です。これまでも皆さんには情報を提供してまいりましたが、いよいよ本市初の、まあ、自治体ビジネスでもあります、議会答弁検討システムがですね、売り出しされることになりました。発売日は4月10日で、販売は株式会社行政さんと株式会社エフコムさんに答弁リンクという名前で売り出しされることになります。でこちらの画面はこんな感じでありまして、まあ我々はもうすでに使用しております。まあ従来は市役所のサーバーでやってたんですけども、今はネットでクラウドサービスになってまして、まあ、より便利になったかなと思って今使っております。そしてこれの特徴はですね、やはり全関係者が質問とか答弁の進捗状況を、まあ、リアルタイムに共有できますし、まあ、私もしょっちゅう自分の答弁なんかはそれで修正してるんですけども、そういった面で非常に使いやすい面があります。それから何よりもワープロや表計算ソフト、紙による管理の手間を削減できますので、まあおそらく自治体の皆さんだいぶ省力化されるんじゃないかというふうに思います。それからクラウドサービスで福島市が使ったシステムを使って開発費を安くして、でさらにクラウドでみんなで共有しますので、値段はまあ自分のところで完結させるよりはかなり低額になってまいります。そしてこれはまた一ついいところはですね、過去の答弁のデータベースにもなりますので、まあ正直申し上げて同じような答弁の場合同じ答えで書くケースがあるんですね。その場合は過去の答弁をコピペしてこうやればすぐにできてしまうので、まあその点でも非常に省力化されるかと思います。そして福島市での導入効果とすれば、まあ答弁検討時間が非常にこう準備作業が省力化されて5時間ぐらい創出されて、まあ要するに内容の審査をしっかりできるというのが効果としてあります。それから何よりも紙が減ります。福島市では年間約5万枚ということですが、私が知っている限りで言うと福島市よりは多分他の自治体のやり方はもっと紙を使うやり方をやってるんじゃないかと思うんです。私が関係したところは大体やり方を見るとそういう感じなんですね。そうするとこちらはもっと、
削減されるんじゃないかというふうに思います。それから、職員の方も、答弁を集めて印刷してというだけでも実は相当な、手間暇ですし、まあ、そこで、また待機とかなんかっていうのも生じてくるわけですね。こういったことも、大きく削減されて、まあ、年間150時間で試算してますけど、まあ、こんなもんじゃないだろうと私は、まあ、受け止めております。まあ、いずれにしてもかなりの導入効果があろうかというふうに思います。はい。まあ、すでにですね、100件ぐらい100自治体ぐらいから問い合わせが来ているようでありまして、まあ、現にぜひ導入したいと申し入れていただいているところも、まあ、あるわけでありますが、まあ、これまでは値段的なものを明示できませんでしたので、まあ、その点では自治体も予算措置ができておりません。ですから、まあ、今後予算措置をしていただいて、まあ導入が進んでいくものというふうに私としては期待をいたしております。私からの発表は以上です。それではただいまの発表事項について質問をお受けします。ご質問のある方は挙手を願います。民営新聞の関です。ご説明ありがとうございました。はい、まず観光客の入り込み数なんですけれども、はい、足元1月から4月、まあ、花見山も満開を迎えてですね、観光シーズン本格的に到来したと思うんですけど、はい、足元の状況把握している範囲で教えていただければと思います。はい、ですね、足元の状況でいうと、まあ、かなりやはり増えています。まあ、特に花見山の状況で言いますと、昨年は、5万何だっけ5万9000でしたかね。それに対して、もうすでに昨日の段階で、3万5000何本だったっけ、もう4万近くになっておりまして、日々の、人数もですね、かなり増えている状況であります。はい、それから、道の駅の方も冬場、かなり落ちましたけれども、暖かくなって人の動きが活発になってきてからは、土曜日日曜日だと6000人日に超えておりまして、まあ、かなり人が増えている状況にあります。分かりました。昨年は全国旅行支援の効果もかなりあったのかなと思うんですけれども、今年に関してはその反動減とかっていうのも懸念されると思うんですけれども、それが生じないように市としてどういうふうに取り組んでいくのかというのを聞かせていただきます。はい、まあ、基本的にはですね、なんて言いますか、支援がなきゃ動かないというよりは、やはりそれなりに旅行需要って非常に高くて、今かなり来ている状況にあります。で、私も自分で泊まりに行こうと思って調べたんですけど、ほとんど満室でですね、この4月の平日でですけども、まあ、取れなかったというのが現実で、その点では、今受け入れられる能力はかなり消化できている状況だと思うんですね。で、福島市では今デジタル花観光のデジタルラリー実施をしておりますが、こちらにも実はかなりのちょっと人数今申し上げれませんが登録者数がいて、皆さん回っていただいております。それからこのラリーもですね、単に回るだけじゃなくて、その行き先々がかなり魅力アップしている状況になってます。それは先ほどもちょっと申し上げた周遊スポット魅力アップ支援事業でもって、多くの事業者の皆さんが観光客の皆さんにこうサービスの向上を図っているわけですね。例えばトイレにしても、これまで非常に汚かったものを男女別にしてきれいにするとかですね、そういっただけでも、まあ、かなり抵抗感が少なくなって行きやすくなっておりますし、また旅館であれば露天風呂の魅力を高めたりとか、いろんな事業をやっていただいてるんで、そういう個々の施設が魅力が上がっている。それをまあ我々とすれば、花観光ラリーのような形で結びつけて、周遊を促していきたいというふうに考えております。はい、質問ございますか。民放さん。民放の渡辺と申します。子育て住宅の件なんですけれども、はい、年齢が39歳以下っていうのはやはり子育て世代ということで、その年齢を設定しているんですか。そうですね、
まあ、あとやはり経済的な基盤が弱いという点ではやっぱり若年世帯でありまして、まあ、我々も新婚世帯への家賃支援やってますが、一応39歳ということで、限定しております。まあ、その点では政策効果を考えて、まあ、40歳以上の方には申し訳ありませんが、ここで限定させていただいているということです。はい、他に質問ございますか。読売新聞の倉間です。はい、よろしくお願いします。一番最後の市発の、まあ、自治体ビジネスの関係だったんですけれども、はい、コスト面みたいなところは、どのぐらい導入費用というのがかかるものなんでしょうか。はい、これは、自治体の規模などによって、変わってまいります。で、人口10万人未満の市であれば月額4万円で、という形になります。まあ、ちなみに福島市も契約しておりますが、福島市の場合は年間84万円でして、でこれは我々は独自にシステム開発した時もですね、いろいろなそのメンテナンスを外部のところにお願いをしておりました。でその値段が80万、4万、そんなもんなんで事実上全然変わらないので、その点ではこの手のシステム、あるいはこれだけ効果の出るシステムをですね、導入する経費としては非常に安く上がっているだろうというふうにも思います。団体の規模などによって変わってまいります。ありがとうございます。あとご存知、もしご存知だったらで大丈夫なんですが、はい、このような自治体ビジネスというのは今、他の、まあ、市町村で、まあ、県内の他の市町村であったり他の都道府県、まずやってないんじゃないですかね。特に特にですね、こういった自治体発、アプリケーションとかですね、そういったものは生み出しているところあると思いますが、それを販売しているというケースはまずないと思います。はい、あとはそれ以外での自治体ビジネスとはね、まあ、それは別に あるんですけども、例えば水道関係だと水道のノウハウをビジネスとして生かしておくというようなケースはですね、ありますし、まあ、あとは自治体の場合公益企業も持ってますので、それ自体はまあビジネスといえばビジネスで、サービス以外にまで提供しているという点でいうと、先ほど申し上げたような水道がの管理業務なんかを自分のところだけじゃなくて他の水道関係のところで行っているという例は私としては承知しておりますけれども、まあ、この手の類でやっているところは知りません。ありがとうございます。あと子育て支援住宅でちょっと細かいところだったんですが、はい、入居要件のところ1と2、これ両方え別です。あ別、はい、だから新婚世帯と子育て世帯という範疇があって、それぞれの要件がこういうことですということです。ありがとうございます。はい、他に質問ございますか。みゆさん。みゆし結城です。はい、答弁リンクなんですけれども、はい、市は協力という形で、製品の開発に関わっていると思うんですけれども、はい、どういった 市としてはどういったメリットがあるのかというのを伺えればと思います。メリットがあるという点でいうとですね、協力というか我々のそもそも開発したシステムを提供して全体の開発費用を抑えてもらってるんですね。でその点、まあ、いわゆる特許料じゃないですけど一定のなんていうか、そのなんていうのかな、システム開発使用料的なものはですね我々としてはいただきます。はい、であとは何よりもですね、せっかくこういう便利なものを作ったので、ぜひ自治体全体の DX に貢献したいなと思ってやるわけで、まあ、ただその場合もですね、やっぱり何らかなっていろんなもので費用が生じますし、メンテナンスを考えればやっぱり民間の活力を利用してやることが多分永続的にシステムの利用ができると思いましたので、まあ、その点では民間の会社に呼びかけて、そしてそこで、一定の調整をしていただいた上で販売していただくと
まあ、こういう仕組みにしたわけです。分かりました。先ほど100件ぐらい問い合わせがあるということだったんですけど、はい、県内の市町村とかからも結構問い合わせ、どうですかね。ちょっとそこまではどうですか。はい、県内はまだほんの数件でございまして、発売、実際の発売始まりましてから、県庁をはじめとして県内の方にも、ご案内を差し上げたいとこれからと考えております。分かりました。ありがとうございます。はい、他に質問ございますか。内容であれば発表事項以外で皆様からの質問を受けします。内容でした、はい、質問が内容ですので以上をもちまして定例記者会見を終了します。本日はありがとうございました、ありがとうございました。